タランキラムは、アメリカ合衆国の俳優、声優、コメディアンである。1982年、カリフォルニア州カルバーシティに生まれる。その後、同州のビッグベアレークで育った。後に、ロサンゼルス市内の高校を卒業後、カリフォルニア大学ロサンゼルス校へ進学し、1年間だけ在籍した。1994年に、レスリー・ニール選手演のパロディエが、 裸の銃を持つ男パート33一3最後の侮辱へ子役として出演し映画デビュー2000年代に入ると本格的に役者活動を開始させロズウェル星の恋人たちやマット TV などのテレビシリーズへ出演その後もテレビドラマや映画などへ立て続けに出演し順調にキャリアを構築させたまた2010年からは 全米人気テレビ番組のサタデーナイトライブへもレギュラーキャストとして出演している。2012年にカナダ出身の女優として知られ、アベンジャーズやキャプテンアメリカ、ウィンターソルジャー、ジャック・リージャー・ネバー・ゴー・バックなどへも出演しているコビー、スマルザーズと結婚した。また、キラム自身も一時の父親となった。ありがとうございます。